どうしようかと思ってんです。もう車をまた岡山まで持って帰って、東京はやっぱり電車にするしかないかなと言ってたら、そのいつものぐだぐだ、ね、酔っ払ってるじいさんがたまたまその日もいて、おう、あるよとか言い出して、え？そしたらとんかせのおやじ、ああ、あの人ね、近所の不動産屋の親父だから、そうなんですかって言って、明日じゃあうちの不動産屋に来いとか言われて行ったんですよ。ちっちゃい個人がやってる不動産屋さん、あの白金商店街っていうのがあるんですけどね、名前だけいいですよ、白金商店街って、お金持ちかと、そんなことないんですよ。どこの岡山のどんな田舎のシャッターが降りちゃった商店街よりももっとシャッターが降りてる、ボロボロの商店街の一角でやってる不動産屋さん、松浦不動産で、そこに次の日行ったら白布の親父がいて、おお、あのな、今うちに置いてあるのはこの一軒だけだよ、安いんだけどね、ちょっとね、違約因縁付きだからね、どうするとか言う。いや、違約因縁付きでもいいんですけど、いくらですかって。まさか10万以上じゃないでしょ。いや、屋根付きだって言うんだよ。屋根付きで違約因縁付きが一軒あるっておっしゃる、すぐ近所で。うん、まあまあ、でいくらですかって言ったら4万だったんですよ。破格の値段です、それも。で、見てみるかって言うから、いや見ますって言って連れてってもらった。それが僕の部屋から歩いて1分、すぐそば、こんなとこにあったんですかって言って、元町工場、元町工場の1階の工場の後に車3台が止めるようにしてあるんだけど、何が違約因縁問題なんですかって言ったら、すでに両端の3台分の、ね、上から見てこういう建物の1階、町工場跡で、町工場跡だからこういうふうに壁があって、こういうふうにね、ここがちょっと出っ張ってる。そのために車を止めるところが1個2個3個こう作ってあると。で、すでに2台契約してて、ここに車1台とここに1台止めてあると。そのためにここの真ん中は普通車のまともな大きさの車無理だと、 こいつと花が当たる、だからこの辺だけに止められるちっこい軽音でもダメだと。今の時代の軽音は大きすぎてダメだ。今の時代の軽音じゃなくて、昔の 360cc だった頃の軽音ぐらいの大きさの車しかここは止められない、ここなら4万円で出てるとおっしゃって、ああ、僕の車ミニクーパーでこんなもんですよって言ったら、いいじゃんかって即決で決まって、だから今年の1月からここに止めさせてもらえてるんです。まあそんな話はどうでもいいんです。でもこの僕が2017年に衝動買いしたミニクーパー、ね、その後関西電力の地下駐車場が手に入って、東京でずっと、ね、頑張ってくれて、その後も今年からはこんな変則的な場所で、お家から部屋から歩いて1分のところでもっと便利なんです。で、その車僕はもう東京でフル活用してます。もうどこに行くのも大抵車です。もう電車とかほとんど使いません。今なんか電車乗るとね、みんなマスクしてるでしょ。なんかマスクしてる人がね、目だけギラギラしてるとね、なんか腹立つんですよ。つい殴りかかりたくなる。で、だからそうなっちゃいけないから、あえてそういう人に会わないように、東京都内および近郊の横浜とか千葉、埼玉、その辺は車で移動してるんです。で、割と楽なんですよ。ただ駐車場は高いですけどね、コインパーキングって、この神戸の標準の値段の多分
5倍はします。1時間止めると2000円ですから。1時間ですよ、60分ですよ、2000円取られるんですから、コインパーキングに。まあ車を都内で持つならそれぐらいはやれという意味だったと思います。で、そういうミニクーパーを僕はずっと東京で乗ってました。この度、この前ここでお話ししたのが5月のサラシャンティが8日ですね。はい。で、今日が6月の12。はい。その間の、だからこの前5月15日、8日の次の週、5月17日、僕死にかけたんです。死んでたんです。5月12日に、私毎月1回東京からこの赤いミニクーパーに乗って関越道片道2時間半走って群馬の前橋まで行ってんです。で、そこで号車の先生にこのね、指の先でこうやってシュ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 で T シャツの上からこすられて、僕らがやったって何ともないんですが、その先生がやるとギューって激痛が走る号車を毎月やってもらってるんです。だからもう毎月やってもらってるから今や心地いいんですよ、それ。本当に芯までね、なんかこう引っかいてもらえてっていう。で、それを号車をやってもらって、その後その近所の散髪屋で散髪してもらって、で、豪車の先生と散髪屋のご主人と奥さんと、その仲間で、その後前橋の、ハンバーグ屋で行ってすごいハンバーグ食べて、じゃあねって言っても、毎回帰るんです。僕車で再び2時間、片道2時間半かけて、ね、関越道をこのミニクーパーで走って帰る。それ毎月やってるんです。もうものすごい回数やってます。この前もその5月の、もう一回見ますね、正確に言うと5月の17日水曜日に行きました。群馬の前橋にこの車で、で、号車を受けました。で、その後散髪もしてもらい、みんなと。